パスでつないで前線に運ぶ。さあウェニングピアス、安藤がいるが、沢上を前線走る、その沢上に渡った、さあチャンスだ、シュートがクロス当ててシュート、勝ち越しました。セレッソ大阪 U13、 決めたのは安藤、北九州に対してリードを奪いました。ここは沢上の飛び出し、シュートではなくクロスを選択、そして待っていた安藤が落ち着いてトラップをして、最後左足見事に決めました。セレッソ大阪 U23、 2対1、勝ち越しに成功しました。